九州の玄関口として九州全体を盛り上げていければいいなと思っております。 HKT48 の田中美久です。今回、JR 九州さんとコラボさせていただくということで、とても光栄に思っています。この機会を通して熊本、そして九州のいいところをたくさんの方に知ってもらえたらいいなと思います。あの制服ってみんな違うんですね。そうですね、デザインが私の孫のようなお嬢様が JR 九州と一緒になってですね、九州を盛り上げていただきますので、3月の31日までですね、みんなで一緒に頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。よろしく。